近藤弥生4月20日体は、日本の政治家、税理士、東京都足立区長、元東京都議会議員、区の広報等での表記では、近藤弥生の名義を用いる。東京都足立区生まれ、青山学院大学大学院経済学研究科、博士前期課程修了、元東京都議会議長の近藤信義は父。 1983年から警視庁国際捜査課に勤務。税理士を経て、1997年、東京都議会議員選挙に立候補し初当選。2001年2005年の都議選でも再選を果たした。都議時代は自民党に所属した。2007年3月、都議を任期途中で辞職。同年6月3日に行われた足立区長選挙に無所属で立候補し、 共産党が支援した女性新人候補を破り初当選した。2011年の区長選では元区長の吉田一万三を大差で破り再選を果たした。2012年6月3日、区内に拠点を置く宗教法人アレフの解散及びイリアの教団施設からの退去を求める教団施設周辺の区民で構成される対策住民協議会が主催したデモに参加した。 2015年、対立候補を大差で破り、参戦。2019年、4戦。2020年9月25日、足立区議会定例会の一般質問で、自民党の白石正樹区議が、日本人が全部、L、G になったら次の世代は一人も生まれない。L だって G だって法律に守られているという話になったのでは、足立区は、滅んでしまうと発言。 同年10月6日、鹿浜将議長と区議会自民党は、それぞれ白石に厳重注意をしたが、白石は当事者が不快と思っても別に良いと反発し、謝罪を拒否した。また、白石は9月25日の定例会で、普通の結婚をして、普通に子供を産んで、普通に子供を育てることがいかに人間にとって大切なことであるかと発言。近藤は、 この発言を聞いたとき、結婚しておらず子供もいない私は、普通じゃないのかと悲しく思ったという。同年10月13日、市民団体、あだち、性的少数者と、とも、家族の会は、白石に、発言の撤回と謝罪を求める、インターネット署名約3万3000筆を、近藤宛に提出した。鹿浜が、なおも説得を行うと、白石は、俺、10月20日に、 区議会本会議で正式に謝罪した。発言の一部を取り消す申し出も行い、議会に許可されたため、差別発言は議事録から削除された。謝罪によって、区議会の自民党関係者は幕引きを図ろうとしたが、白石の差別的な発言と受け止められる表現との言い回しに、市民から口先だけの謝罪との批判も飛び出した。同年10月29日、 足立区は性的少数者との意見交換会を開始。11月10日に開かれた意見交換会には、近藤も出席。パートナーシップ宣誓制,制度の導入や、多様な性への理解促進を求める要望上参加者から受け取った。同年11月24日、近藤は性的少数者のカップルを公的に認証するパートナーシップ宣誓制,制度を2021年度に、 導入すると発表した。それとともに、足立 LGBT 相談窓口を12月7日に開設すると発表した。2021年4月1日、パートナーシップ先生制度を開始。ありがとうございます。